こちら小学校の教員で同級生、こちらは大学の先輩なんやけど、映像制作とかしよるディレクターさん、今愛媛の教育についての企画をしよるんやって。企画書を作るにあたって現場の教員の話が聞きたいって言うんで。そうなんです、よろしくお願いします。で、どんなことが聞きたいんですか？愛媛県の教育についていろんなことを具体的に聞きたいんだけど。具体的にですか？まずは愛媛の義務教育のいいところを挙げてもらえる？いいところって言っても普通じゃない？特別なことしとったっけ？平凡といえば平凡よね。あ、あれは愛媛子どもスポーツ IT スタジアムとか、県内の小学生が長縄跳びの記録とかで競い合ってるんよ。そうそう、出た記録をホームページに登録して競い合ってるやつ。君のクラスもやってるよね。なるほど、愛媛の子どもたちは楽しく競い合いながら体力アップを図ってる。いいね。あとは道徳の授業では、愛ある愛媛の道徳といって、県内すべての市長を話題に取り上げた県独自の教材を使ってるんです。これもアピールすべき特徴じゃないですか？あと全国学力学習状況調査でここ数年全国上位なんです。これもアピールポイントじゃないですか？あー、いいね、いろいろあるじゃないですか。平凡に見えて実は人知れずポイント高いんですよ。なるほど、愛媛は平凡です、でもレベルの高い平凡ですみたいな感じかな。そうそう、そんな感じです。この調子で教えてもらえたら動画も作りやすいです。そうですか？どうした？ちょっと今言うたことをそのままテレビで放送するのはちょっと。え、例えば体力アップしてるって言うても、新聞に載ってた全国体力運動能力運動習慣等調査の結果を見たけど、上には上がいるっていう考え方もできるよね。なるほど。さっきのスポーツ IT スタジアムの件はちょっと。そっか、じゃあ愛ある愛媛の道徳の教材はこれは使えるよね。そう、そうですね、道徳心が育って落ち着いた環境で教育に取り組めるしね、これいいのね。ちょっとそんなこと言うたら他の県は落ち着いてないみたいにならん？それこそ用ないんやない？愛ある愛媛の道徳の部分もちょっと。そっか、じゃあ全国学力学習状況調査の全国上位に絞って PR しよっか。そうですね、アクティブラーニングとか授業改善とか言って結構研修も頑張ってるし。そうそう、分かる授業をやってるから子供が落ち着いてるんやと思うよ。じゃあ他の県との違いとかなんかある？私ら他の県の職員がどんな努力しよるか知らんし。そっか、知らんのに私らが一番努力してますみたいなのも良くないかも。ホステル何も言えんやん。まあ比較じゃなくて独自のものならいいんやない？じゃあ何がある？ちょっと休憩にする？そうですね、そうしましょう。